この手に汗握る試合をもって今季のメジャー選手権予選大会の大団円となります。ここで注目すべきなのは感染者の参加が認められてから今年で3年目となるという事実です。これらの一風変わった参加者たちは第11商業地区の地下パイプライン原因不明の爆発が発生しました。現在死傷者は確認されておりませんが、混乱した状況のため、カジミ英雄にとって、感染者にとって、騎士って一体何なの？騎士とは、大地を照らす崇高なる存在だ。